麻雀遊戯王。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、日本プロ麻雀連盟の広岡里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなに動物の森買う人いる？3つあるんだけど、同じソフトが。どんだけ飛び出したいんですか？はい、じゃあ。ここからはですね、広岡さんがどういう方なのかというのを文子さんに掘り下げていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかね、今、はい、ここに座った瞬間ね、はい、どうしたんですか？もう舌が髪の毛まみれ出た。これこれ、髪の毛女子、髪の毛多い女子だから、ね、これ突っ込んでいいって開幕ねって言ったら、はい、そのすごいものすごい顔でこうやって目の前から髪の毛をブルドーザーみたいにしょうがないですよね、やっぱ。そう、これはもうね、でうちもすごいよ、やっぱり髪の毛めちゃくちゃ抜けるから、うんうん、でも掃除してなかったんだね、私が来るのに。いや、したんです。あ、したの？したんです。はい、ただ、はい、うち掃除機がないです。何で掃除したの？モップ。もっぺ？あのコロコロとあのコロコロね、乾いてるやつあるじゃないですか。はい、乾いてる、あのモップ、モップというか、あのワイパー的なやつ、うんうん、はいはい、あれやるやったんですけど、うん、取り切れなかった。しょうがない、しょうがない、しょうがないですね。なんで私はオタク訪問あのぜひお願いしますって言ってしまったんだろうって、はい、今後悔してるでしょ。そんなことはない、まさか、ね、こんな遠くだって文句言われて、まはいはい、こんなね、小銃とか来ると思わなかったですよね。思わなかったです。こんな番組でも知ってたよね、こういう番組って。はい、知ってました。そうだよね、はい、うん、ちょっと対策が甘かった、甘かったよね、はい、まだまだやっぱ23歳でプロ歴何年目だっけ？今4年目。まだまだですよ。4年目も経つの？どっちなんですか？丸3年に。あ、そうなんだ。というわけで、広岡里奈プロフィール。身長155ですね。あ、ミニマムサイズですかね。私と3センチしか違わないんだね。自分こそ158ですか？158、うんうん、なんかもうちょっと小柄で可愛らしく見えるね。痩せてっからかな。痩せてはないです。なんか私ね、すごい身長高く言われるの、いつも160以上。そう、態度もでかいですもんね。だよね、態度でかいからだよね、多分。多分そうです、そうです。やっぱ態度でかいと体大きく見えます。そう、生まれた時から、それは母たまよからずっと言われてる。生まれた時から。生まれた時から。すげえ。体重は？体重。今の体重は言えないです。なるほど。はい。プロ歴が4年目。4年目です。で、日本プロ麻雀連盟だよね。はい。なんで連盟に入ったの？もともとプロになる前から、望月さんにお世話になっておりまして。うんうん。望月さん。まさつぐプロ。まさつぐプロ。へぇー。望月プロにお世話になって。髪の毛が。あ、そうです、そうです。ジュ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 ってパーマかけられてる方ですよね。はいはい、昔からお世話になってるので。そうなんだ。そのまま。その方にお世話になって、憧れて。はい。そうですね。で、その連盟さんっていうのは静岡支部があるってこと？ありました。ありました。あります。危ない。勝手に、ね、あります。今もあるの？今もあります。勝手に消されるところでした。まだあります。はい、静岡支部に所属してるの？今静岡支部に所属してる。都内近郊に住んでるよね。はい、自称。はい、自称自称都内近郊。一応都内の方が近いですよ。ああ、ギリ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 。なんで静岡支部なの？はい、だからあの出身が静岡なので。なるほど。静岡支部ってことは静岡で対局するの？します。嘘でしょ。じゃあ静岡にも行くし、はい、東京にも行くしっていう、はい、だとしたら確かにここは分かる位置ですかね。じゃあなんで最初静岡支部に入ったのは望月さんに憧れてでしょ？あ、憧れても、そうですね、尊敬して、尊敬して静岡支部で、あのお世話になってたので静岡支部に。実家も静岡にあるし、はい、どこ実家？静岡。実家浜松です。あ、いいですね。あのさ、はい、学校でさ、はい、水道からさ、本当お茶出てくるの？はい、私のところで。え、言うよね、静岡の学校って。そうがいとかも全部お茶なんでしょ？そうなんですか。都市伝説なのじゃあ、あれ。都市伝説なんじゃないですか。私のところは違いました。お茶にうるさい？え、全然。あ、そうなんだ。じゃあ、すごくね、美味しい飲み物があるんですよ。はい。ほら、はい、何ですか？あなたの。ドドン。足元に。あら、こんなところにピンクイオンさん。はい、はい、どうぞ。こちらですね、麻雀遊戯王のスポンサーのピンクイオンさん。はい、はい、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひね、いただきます。はい、飲みながらやっていきましょう。初体験かもしれない。お、あら、でも知ってたでしょ、ピンクイオンさんは。はい、うんうん、そうですよね、協会さんはね、スポンサーになっていただいてますけどもね。はい、どうぞ。はい、飲みながらねやっていきましょう。あら、可愛らしく飲んでいただいて。あ、美味しいです。美味しいでしょ。はい、なんかアクエリアスとポカリセットの間みたいな感じで。そうですね。で、それよりももっとあっさりしてるので、飲みやすいですね。そのままあげるんで。あ、ありがとうございます。そうね、飲んでいただけたらと思います。はい、はい、で、実家は今も静岡にあって、たまにお母さんとお姉ちゃんがここに泊まりに来るの？はい。何しに、う
何しに？え、元気やってるかってこと？ですね、来年、うん、この関東近郊で家が、あ、なるほど、ご実家がもう東京に引っ越すみたいな感じですか？そうなんです。マジ？なるほどなるほど。家建てるので。家建てるの？本当にそれ関東近郊？行っちゃえばこの近くですね。この近く、行っちゃえばこの近くに。名古屋みたいなもんだ。そうですね、実は名古屋みたいな感じ。結局静岡よりも離れました、ね、じゃあ一人暮らしはそれで終わりってこと？一旦終わりです。なるほど、じゃあご実家に戻られて、新しい新居ってことですね、はい、あ、いいですね。なんで家族はさ、ご家族は静岡にいるのにわざわざこっちで家建てんの？リナのため？ほら、更新料とか高いじゃないですか。更新料？更新料、うん、この家賃とか高いんだよね、うん、そうそうそう。で、更新料高いっていうのもあって、まあ、他にもなんかいくつか理由があって、うん、建てようって。へー、え、それで家建ててくれんの？お父さんお母さん。いや、あの、親離婚してるので。あ、え、お母さんが？お母さんとお姉ちゃんと私の。それすごくないですか？お母さんとお姉ちゃんとその3人で新居建てる。どうせならみんな一緒に住んで、はい、家賃もったいねえし、家建てちゃおうぜみたいなノリってこと？はい、言っちゃいます。強いですね。すごいね。すごい。もうよかったね。よかったです。これが家賃ゼロ生活ってことでしょ？あ、まあ、あの、ね、家にはお母さんに家入れるけど、はい、一人暮らしで寂しくなくなるしね。そうですね。で、広くなるしね、お家もね、はい。強いお母さんですね。すごい。あと、まあ、家族のね、仲がいいってのは素晴らしいですね。だったらさ、女子高生の時にさ、はい、その、なんか、出てきたじゃん。最強戦にいきなり。出ました。なんで？きっかけは何だったの？ツイッターを見てたら、その、女子高生の麻雀の大会やりますよみたいな見て、うん、お母さんにこれ出たい、出ていいって言って、勝手に飛び出しました。麻雀は知ってたの？やってました。家族麻雀みたいな感じ？友達とやってました。あ、そうなんだ、はい、で、ツイッターで最強戦女子高生麻雀大会見つけて、はい、お、女子高生ナンバーワンしたら私やろうっつってそこまでじゃないですよ。そこまでじゃないですけど、わしが負けず嫌いでしょ。負けず嫌い。そうだよね、はい、わしが静岡のナンバーワンじゃいと。なんか、はい、りなちゃんって私泣いてるイメージが強いの。すごい。あ、すごい言われます。あ、そうなんですね。はい、何か、対局で負けて、はい、大泣きしてるっていうイメージがすごい、こんな会ったこともないのに、はい、そういうイメージがすごい強いっていうか。合ってます。悔しくて泣けるっていうことですね。そうそうそう、そうだよね。え、その女子高生大会結果はどうだったの？結果が、1回目が予選敗退で、うん、2回目優勝で、3回目が決勝。優勝してんの？タイトルホルダーじゃないですか。すごい。私も女子高生だったら出たかったな。まあ中卒だから無理ですね。あ、そっか。はい、中卒だと出れないの？女子高生って言ってるじゃないですか。はい、もう資格がないんですよ。年齢それぐらいだったらいいんじゃないの？いや、ダメですね。フリーターなんで。ダメなんすか？ダメなんすか？制服着てないとダメってこと？うん、そうですね。だから、資格をそもそもなかったっていう。制服で出てなかった、なんか。出てました。でも、うん、私の高校制服なかったので。あ、私服が OK の高校だったんですか？なので、なんちゃって制服です。あ、頑張って買ったのね。いや、一応、その、式服っていうあ、はい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 、で持ってたので、それで出ました。で、最後、3回目にはもう制服じゃなかったので、私服で。あ、なるほど。じゃあ、1、2回目は制服、3回目私服。はい。毎回別の制服着てましたね。あ、いいね。自由でいいですね。最強戦女子高生大会で、優勝とかいろいろ経験して、悔しい思いとかも経験して、はい、プロになろうって決めたの？はい。プロになられたの19歳だ。高校卒業されてからですよね。卒業して、はい、20歳の時かな。ちょうど青鬼プロダクションに所属して。青鬼プロダクション、声優さんの超事務所ってこと？はい、超大手事務所ですよ。え、声優やってんの？あなた。やってました。やってました。今退所したので。退所？ダメだ、なんか展開が早すぎてついていけないんだけど。高校卒業した後に、はい、青鬼プロダクションがやってる声優養成所に1年通って、はいはい、その後青鬼プロダクションに3年間ジュニア所属して退所して今 1,2 年。なるほどなるほど。そのさ、声優のプロだったってことでしょ、つまり。はい、一応声優ってさ、はい、なんかこの辺とかどんな感じ？まあ、もう露骨に聞きますよ。そういうの普通隠すんですよ。うん、声出た？アニメとか出た？いや、ラジオドラマの方に。あ、それっていくらぐらい？大丈夫だよ、木入るから。露骨に聞きますね。もしあれだったら、耳元とかでも大丈夫ですよ。ちょっと明細見ないと。5000ぐらい？その前後だった気もするんですけど、なんかその、ラジオドラマとアニメと吹き替えとまた全部、単価が違うので。何が一番高いの、単価って、声優業界。アニメ？アニメは安いって聞きます。安いんだ。安いって聞きます。何が
高いのじゃ。歴でまた値段が変わってくる。女流プロみたいだね。そうなんです。まあまあどこもキャリアが大事なんですかね。なのでちょっと一側には私も何も言えないで下っ端だったので。へえ、はい、実際そのりな、はい、ちゃんが声優のお仕事を始めた時は、はい、その声優のお仕事だけで食べていけるぐらいだった。あ、全然全く。そうなんだ、はい、やっぱ厳しいんだ最初のうちはね。厳しいです。いやでもね、あの声を聞いてると確かに声優さんやられてるなっていう。声優さんの声だよね。声ですよね。なんで辞めちゃったの、退所しちゃったの。契約満期で対処っていう感じ。難しいですね。要はあれですよね、契約をまあ満了しましたと、はい、でこれ以上更新はしないですよっていう形の対処っていうことですね、うん、俳優さんとか芸人さんとかでもありますよ、その、はい、いや これ以上事務所との契約を更新しませんっていう形になるみたいな、うん、で対処してからプロ雀士の道に行ったの、はい、所属中にプロ雀士の。あ、そうなんだ、はい、なんか結構声優のお仕事やられてる麻雀プロの方いますよね。例えばえりかわさんとかそうだよね、はい、そうです。そうですね、伊達さんもそうですね。あ、伊達さんもそうだよね、うん、はい、じゃ二足のわらじだったわけね、りな、ね、ちゃんも、はい、過去は。へえ。で、今はもう麻雀プロ1本1本ですね。普段はどこで働いてるの。普段も飲食店で。え、麻雀荘で働いてないの。麻雀荘もやってます。どこに行けば会えるの。本厚木の四つ葉っていう雀荘ですね。あ、なるほど。本厚木の四つ葉さんってノーレート。ノーレートです。へえ、はい。そこにどれぐらいいるの。週、ここに週末、毎週土日、試合がない時にいます。あ、じゃあその土日に、はい、四つ葉さんに、本厚木にある四つ葉さんに行けば、はい、りなちゃんと麻雀普通に打てるの。打てます。なるほど、なるほど。じゃあその出勤情報はツイッターとかで。はい、載せてます。載せてるんだね。はい。じゃあ平日何してんの。平日飲食店で、バイトして。なるほど。四つ葉の方が、金、土、日しか、うん、ノーレートフリーとかやってなくて、その関係で、平日は、居酒屋さんでアルバイトしてます。なるほど。さっきね、まかないをもらってるって言ってたとこですよね。普通に居酒屋さんにいるの。普通に働いてます。平日その麻雀のお仕事をやりたくないから、うん、居酒屋さんで働いてるわけじゃなくて。あ、じゃなく、うん、しゃないから、この辺にないからこの辺にこの辺ないからって言い方が言い方がひどいですよね。この辺にないから泊まって、はい、まあ、じゃあ飲食店でまかないももらえるし。そうそうそう、大体まかない宮でですね。なるほど、なるほど。まかない美味しいですもんね。美味しいです。その飲食店は週どれぐらい働いてんの。週3日前後で、もう一箇所別のレストランでも。え、働き者ですね。働き者だね。全部合わせて大体週7ぐらい働いてます。週7ってもう毎日じゃん、うん、はい、ほぼほぼ休みなしですね。休みなしですね、はい、そうなんだ、はい、で平日はもうまるまる飲食店。飲食店のことが多いです。で土日は対局か、はい、本厚木にある四つ葉さんで、はい、なるほどなるほど。月どれぐらい収入。収入、収入行ってちょい。お、みんな同じ数字だ。うん、で新人女流プロ全員その額だから。まあそれぐらいになりますね。はい、でもやっぱ対局多いだね。減っちゃうよね、どうしてもね。うん、収入がね。ね、うんうんうん、でもまあこれからね、一人暮らしがなくなったらね。あ、そうです、またちょっと家賃5万円なくなっちゃえばね、楽になるよね。そうですね、その分稼働範囲も広がるかもしれないですからね。私交通費も結構かかるでしょ、こっから行くのに。あ、でもそんなに。だって対局会場まで行くの名古屋ぐらいの距離でしょ。いや、名古屋行くほどにこれかかんない。確かに、そうそうそう、確かに。なので、全然、はい、名古屋は同じ時間で着こうとするともっとお金かかります。そうそうそう、はい、そんなに金のかからない名古屋ですから。はい、で場所はわかんないだろうけど、はい、私人生初ロマンスカー乗ったよ。あ、すごいじゃないですか、ロマンスがあってよかったです。いやいやいや、はい、どうもありがとうございます。マジでびっくりしたよ、はい、ロマンスカー乗っただけで30分短縮できるんだから、うんうん、もうそれは交通費かかってもロマンスカー乗っちゃうわと思ったもん。乗ったことない。嘘でしょ。いつも快速急行で都内でちゃうので。なるほどなるほど、まあ、快速急行があればね、はい、それなりに早くは、はい、はい、全然、はい、そうなんだ、全然なんだ、全然、なんなら私静岡行く時って基本電車なんです。静岡も電車で。電車です。なるほどなるほど。え、鈍行で。鈍行です。どんぶらこどんぶらこっつって、はい、あ、その略だった。どんぶらこの略が鈍行だったんですね。勉強なる。そうなんだ。そうなんです。じゃあ苦じゃないね、別に遠くても。あ、はい、全然寝てから着くので。なるほどなるほど、まあ、座れるし、はい、でもご実家が近くになってよかったですね。そう考えるとね。そうですね、それはだいぶ楽になります。りなちゃんはさ、これからさ、どんなさ、はい、女流プロになっていきたいの。そうですね、いっぱい試合出たいですね。いっぱい試合、対局に出たい、対局にいっぱいとにかく出たいですね。なるほど、やっぱさすが。
負けず嫌い、うん、そうだね、強くなりたい、いろんなその他団体のタイトル戦とかにも出たいってことです、うん、でもやっぱちょっとねこれが厳しいので、あーなるほどね、日程も取られるしね、そうなんです、なんかその勝ち上がったらこの日も開けてください、この日も開けてくださいって言って、先の予定も見れないからシフトも入れないし、出れないしね、はい、なのでもうちょっと他団体さんも出たいなと思いますし、ゲストのお仕事もしたいなと思うんですけど、ノーレートのお店でしかね基本マージャンしないので、なるほどなるほど、そうなんです、なのでちょっとなかなかね、うんうん、結びつかないなっていうのは、なるほどなるほど、ありますし、事務所採取しましたけど、その声使ったお仕事も何かしたいなとは思ってはいるんですけど、なかなか、まあいろいろやりたいことはあるけどもっていう感じですね。そうなんです、でも第3期往来戦優勝、はい、タイトル持ってるってことよね、はい、え、現タイトルホルダー、あ、違います、去年です、2022年、すごいですよね、すごいよね、賞金いくら入ったの、あれ50万、うわすごい、いい感じだから女子高生の時のね、その、はい、対局を踏まえたら2つタイトル持ってる、ね、そうだよね、一応チーム戦で言うと3つです、ね、うわすごい、あのユーカフジがニュージーネシャネチームで優勝したんです、あ、すごい、いやもうマージャンの実力じゃもう言うことなしじゃないですか、あ、そっか、えりかわさんと同じチームで優勝してたよね、はい、なるほど、すごいね、すごいですね、どんな感じなの取った時って、お祭りさやったぜ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 って、ね、その往来戦取った年は何か変わったプロ人生っていうか、はい、あ、でもなんかいろいろそのプロテストのコラム書かせていただいたり、はいはい、やっぱちょっとやらせていただいて、チャンスがね、はい、巡ってくるよね、いっぱいね、やっぱね、だって往来戦って年明さんの30歳以下だっけ、あ、そうです、20代の20代しか出れない大会でね、はい、だからその少ないチャンス、そうですね、まあ、期限がありますからね、はい、でもその中ね、まだ23歳でちゃんと取ってるってのは確かにすごいですね、もう出れないの1回取ったまだ出ます、うん、え、じゃあもしかしたら往来戦3個ぐらい取れちゃうかもしれないです、そうですよね、すごいね、はい、これはもう実力的にはもうね、遅かれ早かれ有名に脚光を浴びていくんじゃないですか、うんうん、M リーガーになりたいとかそういうのはあるの、チョベプロとしてガンガン売れたいぜとか、あ、思います、あ、思ってる、思います、それはそうだよね、はい、M リーガーになりたいの、あ、なりたいです、いつかなりたいと思ってます、ただ私何も死ぬほどメンタル弱いんです、わかる感じがする、そうなんです、うん、え、だからなんかもうちょっとあの修行を積んで、うん、メンタル強くなっていつかねやっぱ M リーグの舞台でマージャン打ちたいなとは思います、うんうん、やっぱね声優さんとね M リーガーさん、あの両方兼ね備えてる伊達さんがまずいますしね、えりかさんもレポーターとしていますしね、うん、いいじゃないですか、第3のっていう、ね、あ、そうだね、はい、いいです、いいですよ、はい、じゃあ飽きたこのタイミングで飽きましたか、はい、じゃあお腹空いたのかな、この人はい、じゃあ、はい、な、もうこの辺でやめないねやめないね、 やめることはやめないね、待って、うん、やべ、大丈夫だ、せつた、どうしたんすか、またやるとこだった、お、下着チェック、はい、ああそうだ、下着チェックしないといけないですよね、はい、大丈夫、下着チェック、ダメって言ったら何度かしてくれるんですかそうですね、もしダメって言った場合はあの浴室にある下着だけ見て終わりにしましょうか、はい、そうですね、どこにあります、尋問が始まりましたね、やばい、はい、ずっと、はい、そしてここでメンタルの弱さがちょっと入ってますガチ NG なら大丈夫、できるわ、ちょっと大丈夫、っやってない子もいるから別に、ね、全然大丈夫、こんなにもう下着は本当にガチ NG でお願いしますっていう方なのに浴室に干してたんですね油断がすごい、でも浴室でチラッと見た時は、はい、絶対ナイスバディだろうなって思った、あら、いいですね、ね、はい、ダイナマイトな感じがしたもん、一瞬で一瞬で分かりました、うん、一瞬で分かった、ダイナマイト感がありました、それだけ皆様にお伝えしとこうかな、はい、そうですね、思います、はい、全然大丈夫です、私も好きでやってるわけじゃないんですよ、かわいらしいですね、下着訪問じゃないです、下着訪問嫌な訪問って何ですか、押し売りですか、私も下着訪問、下着チェックしてるわけじゃないんで別にやりたくないんですよ本音は、うん、何が面白いんだと思ってますから私ただ下着チェックすると、はい、なぜか再生回数爆上がりするんですよ、本当に皆さん誕生なんで、ね、はい、やっぱ楽しみにしてる方もいるってことですね、楽しみにしてる方もいるんで、はい、気にしないでください、はい、全然やらなくていいんですよ、はい、もうあの下着どこにありますかって聞いただけでこんな体勢になっちゃう、崩れちゃうんです
あの、はい、足が痺れてそれもあった。ボロが出るのが早いっていうのが可愛らしいです最後に何か、はい、こんな状態で夕刊フジのマージャンニュージェネチャンネルチームで出てますので、はい、あのよかったらあのそのマージャンニュージェネチャンネルチーム の YouTube チャンネルの方で藤島コーチにより勉強会などアップされてますのでご視聴とチャンネル登録と高評価メンバーシップの登録をお願いします。すごいしっかり宣伝してくれるじゃないですか。す、ね、あそれぐらいしかないの全然いいことですよ、はい、いいですよね、はい、いや引き続き皆さん応援していただきたいですね、うん、まあ、皆さんね、はい、広岡里奈プロの X、うん、ぜひフォローして出勤情報などチェックしてみてください、はい、じゃあ最後は、はい、これで、はい、見たことある本当にオタクホームを、はい、初めてのダブル、はい、次はあなたのお家に行っちゃうぞ。何した今何て言った？行っちゃうぞ。ではカリナプロでした。ありがとうございます。